見習い妖精桃は、早川町子作の児童文学、フォア文庫から刊行されている。絵は、アンビルヤスコが担当した。桃のひいおばあちゃんはかつて妖精を助けたことがあり、その憂いに、妖精から、レモン色の石をもらった。その石はひいおばあちゃんから、おばあちゃん、おばあちゃんから、お母さんへと受け継がれ、そして去年のクリスマスに、桃がお母さんからもらうことになった。 そのレモン色の石には妖精の世界へ行くことができる不思議な力があった。妖精の世界で桃はいろいろな経験を積み、見習い妖精として認められていく。桃には宝物があった。非おばあちゃんから受け継がれたレモン色の石のペンダントである。8歳の誕生日の日、桃がそのペンダントをかけてみると妖精の世界にトリップした。はじめは、 人間界に戻りたがっていた桃だったが、出迎えに来てくれた、薄青いに、妖精の姿に変えてもらい、サフランおばさんの家へと向かう。サフランおばさんは、かつて桃の日おばさんが助けた妖精で、そのお礼に、妖精の世界のガツと星のお祭りに、ひ孫の桃が招待されたのだ。サフランおばさんのアップルパイ作りを手伝うことになった。 桃だが、桃の不注意からサフランおばさんを怪我させてしまい、桃は一人でパイ作りをすることになる。毒リンゴを取り除き、粉を増やし、ミルクからバターを作り、パイ作りをしている桃を途中からグレーが手伝う。アップルパイは無事に出来上がり、月と星のお祭りが行われる。そこで、桃は妖精たちから見習い妖精として認められ。 人間の世界と妖精の世界を行き来できるようになった。せっかくの夏休みだというのに、ママもパパも忙しくて、桃をどこにも連れて行ってくれない。そこで、桃は妖精の世界に遊びに行くことにした。ところが、妖精の世界についてみると、友達の薄葵が疲れている。薄葵からピンクの雲を食べると元気が出ると聞いた桃は、ピンクの雲をちぎって、薄葵に食べさせるが、 薄青は倒れてしまう。サフランおばさんの薬でも薄青は元気にならない。薄青を助けるには、フェアリー森の外にある命の泉の水を飲ませる、以外に方法がない。命の泉に行くのはとても危険だが、薄青にピンクの雲を食べさせてしまったことに責任を感じた。桃は命の泉に行く決心をする。グレーも桃と一緒に来て、 なんとか命の泉の水を持って帰り、それを飲んだ薄青いは元気になった。学校の帰り道、桃はサフランおばさんそっくりの人から綺麗なバラをもらう。そのバラを妖精のみんなに見せてあげようと、桃は再び妖精の世界へ行く。薄青いはいい時に来てくれたわと喜ぶ。サフランおばさんが七色の網を降らせる修行が終わったのを祝うパーティーがあったのだ。 サフランをおばさんにバラをプレゼントしようという桃だが、ウ葵オイの様子が少し変だ。いろいろとありながらもパーティーは無事に終わったが、一夜明けてみると恐ろしいことが起こっていた。バラが巨大化し、妖精の世界を破壊していたのだ。妖精の世界の植物は彼、妖精たちは気を失ってしまった。桃一人でバラと戦い、なんとか勝利を収めた。そこに、ウスオイがやってきて、 七色の雨で元気になったと告げる。そこで、桃はサフランおばさんに頼んで、七色の雨を降らせてもらう。すると、妖精も、妖精の世界の植物も生き返った。学校からの帰り道、桃はクッキー屋さんを見つける。そこで、桃は試食用のクッキーをもらったが、落として粉々にしてしまった。家に帰った桃は、妖精の世界へ行くが、そこで、白羽たちが、 人間の男に拉致されたことを聞く。その時出されたクッキーを見て、桃は驚く。そのクッキーは白羽たちが焼いたクッキーのようだが、桃が帰り道に見つけたクッキー屋さんのクッキーと、そっくりだった。白羽たちを拉致したのが、あのクッキー屋だと気づいた桃は、白羽たちを助けに行こうとする。しかし、魔王に捕まり、妖精の世界に連れて来られてしまう。しかし、そこに、 ウサオイとグレイも現れ、三人で協力して魔王を倒した。そして白羽たちも無事に妖精の世界に戻ってくることができた。ありがとうございます。